芽吹いたバオバブの群れ。セネガル。アフリカバオバブの花アフリカバオバブの実ッバブエで採取された実の内部バオバブは樹木の属の一つ。青い木青いカバオバブ属の総称。バオバブの名は16世紀に北アフリカを旅したイタリア人植物学者がバオバブと著書に記したのが始まり。元はアラビア語のブーフブーブから来ているという説がある。学名は 英ジ・ギタタを報告した、フランス人自然学者、ミシェル・アダンソンの名に由来する。アフリカの諸言語ではそれぞれ故障が異なる。ズール語では、ウムコウモ、ハウサ語では、クーカ、ツアヒリ語では、ムブユ、フルベ語では、ボッキ、バンバラ語では、シラー、モシ語では、トゥエガと呼ばれる。サバンナ地帯に多く分布する。幹は、トックリのような形をしていて、高さは、 約30メートル、直径は約10メートルに及ぶ。最大のものは南アフリカ共和国のリンポポにあり、高さ47メートル、直径15メートルである。中は空洞になることが多い。葉は幹の上部につき、寒気に落葉する。花は白色で大きい。果実はヘチマのように垂れ下がり、硬い。大木の幹には10トンもの水分を蓄えており、 寒気になると葉を落として休眠する。休眠中は、幹内の水分で生き延びる。年輪がないので、樹齢を知ることは難しいが、数千年に達すると言われる。放射年代測定は可能である。2011年に故死し,したジンバブエのバオバブは、樹齢2500年と推定された。バオバブには、個別に名前が付けられている有名な古木、巨木もある。ジンバブエのパンケ。 ナミビアのグルートブーム、ボツワナのチャップマンバオバブ、そして南アフリカ共和国リンポポにあり大きさでは世界トップのサンランドバオバブである。だが南部アフリカではバオバブの腰が相次いでおり、これらの古木、巨木も一部、またはすべてが腰した。原因としては気候変動、灌漑の水分で乾燥に強いバオバブの根が腐った。 ことなどの可能性が指摘されている。マダガスカル南西部のムルンダバはバオバブが林立することからバオバブ街道と呼ばれ観光名所になっている。アフリカ諸国では食用など様々に活用され親しまれている。オーストラリアの先住民族アボリジニの間では物資タッカーとして古くから消費されていた。果肉は食用、調味料とされ、セネガルでは 猿のパンと呼ばれる。ビタミン C がオレンジより多く、カルシウムも牛乳より多いと言われる。種子からは油が採集できる。また、若葉を野菜として利用する。樹皮は煎じて下熱剤に用いられるほか、細かく裂いて編めば強靭なロープを作ることができる。マダガスカルの企業レナラ社は2012年以降、ビタミン C や抗酸化物質を多く含む果実を住民から買い取り、 化粧品や栄養補助食品に加工して販売している。苗木を配布している団体もある。バオバブを見学する観光客を誘致するエコツーリズムを含めた商業利用はバオバブの保護も目的としている。原生種がマダガスカルに6種、オーストラリアに1から2種、アフリカ大陸に2種ある。日本語、英語、ありがとうございます。